はい、皆さんこんばんだ。レッツゴー動画部部長の遠藤です。はい、今日はですね、これ実績は作れるっていうお話をしていきたいと思います。ビジネスを始めたての方ってよくあるんですけども、まだ自慢できる実績がないんですよっていう方が結構います。で、じゃあ遠藤はどうだったのかっていうと、もちろん遠藤もですよ。エステティックサロンをやった時とかも別に実績なかったし、今講師の方に移転した、転職っていうか、まあそっちの仕事始めた時もまだ実績もちろんなかったですよね。で、最近動画部始めたけど、動画部の時もじゃあ動画部の実績あるかっていうとなかったんですよ。で、遠藤はですね、もうないものは作るっていうのがね大好きで、今日はですね、この作り方ね、実績がない人は実績作っちゃいましょう。はい、実績は作れます。で、今日はこのやり方をですねお伝えしようかなと思います。で、最短遠藤は最短2日、次にかかったやつで4日、その後は、まあ、3ヶ月とか、そのぐらいまとまった時間が必要になってくるんですけども、まあ、実績は作れます。だって早くない？そんな短さで作れるんだったら。もちろん長くやっていくことも実績の一つなんですけども、じゃあどうやってやったのっていうことなんですが、まずね、実績には種類があるっていうのを覚えてください。実績には種類があります。みんなね、自分の実績、なんだろう、どえらいすごいことをしなきゃいけないんだって思っている人が多いので、まずそこの概念をですね、ぶっ壊していきましょうね。3つあります。こちら、一番最初で数とか件数とか、あとやってる長さ、その職について何年とかも実績になるんです。で、あとは、まあ、自分の売り上げとか、自分のやったことになるんですけども、で、3つ目に、お客様が、まあ、自分の生徒さんとか自分のお客様がダイエットしたお客さんが痩せたよとかね、そういうやつとか、お肌がシミがすごく薄くなったよとかもそうだよね、っていうようなものになってきます。で、まずこの区分けをしてください。で、この 1,2,3 って順番ついてると思うんですけども、この順番にもですねすごく大事な要素があって、実績ができる時って必ずこの順番なんですよ。必ず、まあそうですね、ほぼ必ずこの順番です。一番最初から急に売り上げ上げられる人もいなければ、お客さんいないのにお客さんの成果があることもないんですよ。ということはですよ、見てここに注目してほしいんですけども、一番最初実績がない人は売上とかお客さんとかの成果とかもうここ捨てていいです。なので、一番最初の数と件数を実績にした方がいいです。遠藤の場合だとどんなのがあったかなっていうと、まあ、2017年の神カウンセリングアカデミーっていうやつをやってた時期、まあ、今もやってるんですけども、一番最初にやったこと何ですかって言ったら、動画を300本撮りました。ひとまず300本ね、その後もずっと撮ってて、今もう900本ぐらいになったんですけども、でも一番最初は動画300本撮るから始めたんですよ。で、この300本はすごいねということになりまして、その後ほら月商300万になってでしょ、自分売上が上がったわけですよね。で、その後何が起こったかっていうと、まあ、そのやり方を生徒さんたちにシェアしていったりとかしたら、今度生徒さんが100万円を上げられる人になったよと、この順番なんですよ。で、またこんなん行くだけでしょって言ったら、もう一個あります。これ動画部始まった時も私一番最初に何やったかっていうと、お客さんにお出しする動画を100本ひとまず撮ったんですよ。サイトに上げるやつね、正確に言うと160本ぐらい今あるんですけど、もっとあるか、どんどん増えてますが、一番最初初期で100本撮ったんですよ。これ何日でやったかっていうと、4日で撮りました。もう撮り慣れたからね、4日で撮りました。ほら、実績4日出てきたじゃん。で、ちなみにこの後にサムネイル作ったんですよ、130個、これ2日でやりました。そんなことですね、やる人いないの。だから2日でサムネを130本作れる人、それから動画を4日で100本撮れる人、やっぱすげえなって思ってもらえて、そんなのもあってか、メンバーさんが次、まあ、これ売り上げではないんですけども、メンバーさんが332人、今ね、今332人になりましたということですね。で、
うん、で今最近、まあ、ここの、ね、メンバーさんの中でじゃあコンサルティングしてくださいとかセミナーとかをやってった上で今店舗の売り上げが1ヶ月で2倍になりましたよとかっていうことになってるわけですよ。で本当にこの順番なの、この順番なの。だから一番最初の実績っていうのはとにかく数こなすですでこれ以外ないんですよ。急に売り上げ上がるってやっぱなかなかない。だから何か一個これって決めたら数をこなすほかないんですよ。例えば技術系の人だったら安くてもいいよ、あのもらうお金が差しやすくてもいいからいろんな人の体に触れていくことで何百人やりましたっていう実績ができるじゃない。とか初めてコーチングをやりますとか言った時にあのどっかの先生はやってるんですけども、100人コーチングしてみましょうとかセッションしてみましょうとかそういうの出すんですよ。それも実績なんだよ。だけどそれ売り上げになってないとかお客さんの成果が出てないっていうふうに考えちゃうと実績ないみたいに見えるんですけども、実はですねそこまでやってきた過程も一つの実績になってるんでこれ出していいです。だからね講師の先生とかでもいるよ。最初の時にあの企業研修とか行くとその企業の売り上げが2倍になりましたとかなかなかないんですよ。じゃあどうするかっていうとじゃあ年間300件私は企業研修をやってますとかって言ったらお300回もやってるんだじゃあすごいねって思うじゃない。最初そこからなんですよ。でその中の人たちがもうそんだけ数こなしてるといくらか成果で出るからね、あのちゃんとやってればで出るはずなの でそこで、生徒さんの実績が出たとか、まあ、自分自身の売り上げだったりとか、技術が上がったとかねそういうことになってくるので一番最初はここをやればいいです。でみんなに今日ねすごく一番大事なことをお伝えするんですけども、こんな数こなすときにねやるとできるの違いを意外と知らない方がいるのですごく大事なんでこれ覚えておいてもらいたいんですけども、今回遠藤が言ってるのはできるかできないかのことを言ってるんじゃないんです。で実績一番最初の数をこなすときってできなくてもいいからやるんです。でこの違いがねやるっていうのは自分の意思次第なんですよ。例えば動画を100本撮るって決めたじゃないですか。動画を100本撮るなので100本撮るということはやるだよね。でそれが実際にできるかできないか分かんないし、それを誰かが見てくれてお客さんになるか分かんないんですよ。そのまま売り上げになるかどうか分からない。だけど100本はやるって決めたらそれはやれってことです。だって、売り上げが上がるかどうかお客さんが買ってくれなきゃいけないよね。それからお客さんが実績上げるのもお客さんがなんか動いてくれなきゃいけないよね。だけどそのお客さんとか相手を挟んじゃうとできるできないになってくるんだけども、ただあなたがやるべきことってあるでしょって、それを愚直にやると成果が出てくる。なので今回言って数をこなせって言ってるのはこの相手ありきのことはまず最初はいいのでそこはそんなに考えなくていいから、その後なのでね、まずはやる、その自分の行動を決めるってことです。でやっぱりこれ決めるときにはいつまでに何回はやるっていう形で決めるとそれをクリアしていけるかなと。で例えば万が一本当にちょっと100回って言ったけど98本しか取れませんでしたとかあるかもしれないよ。でも今までゼロだったやつが98本だってもう1日ね時間使ったらあと2本取れるんだったらもうそれ100本でいいじゃんっていう話になるので、まずはやるですね。でちゃんと数をこなす、それは自分の行動次第だから自分の意思でできます。自分さえ頑張ればできます。なのでそんなに実績作るのって難しくないんですよ。これ早ければ早いほどあの引きはいいよ。だけど別に早くなくてもそれだけの数をこなしたいとか何年間本当にやってますとかそういうのも十分実績になるので、初めて見た人からしたらとてもすごいことなので、そっちをですね重視してあげたらいいんじゃないかなと思います。ということでまず実績がないっていう方はですねやる、自分の行動やるべきことをやる、でとにかく数をこなしましょう。その後に売り上げだったりとか生徒さんの実績とかお客様の実績っていうのがついてくるんで、そうしたらそれを公表していくとあいいねって言われる形になるので、そういうことをですねコツコツやっていくことが大事ですよっていうお話でした。やっぱ数を
数は嘘をつかない、数字は嘘をつかないので、一番単純じゃん、数こなすなんて。クオリティ何も求めてないんだもん最初。やれんだやれんだね。その数をこなした時に気づくことがまたすごいあるから、それをまたお話できたら、それがまた新しい商品になるじゃない。すごい、超ラッキー。あらかた目的作った方がいいです。例えば3ヶ月間は続けるとかでもいいし、じゃあ来週までに3回は投稿するでもいいし、そういう明確な数字は全部入れないと、これね、後で実績を言う時にも、なんかたくさん動画撮りましたって言ったり、たくさん売上上がりましたって言われても分かんないので、たくさんじゃなくて何回とかいくらとか数はねメモっといた方がいいです。とにかく数をこなしましょう。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。